おはようございます。関根和夫です。昨日の日曜日、先週に続いてお茶の水クリスチャンセンターの8階で、礼拝がありました。お茶の水の8階のチャペルは8階に160人、収容可能であり、9階には100人収容が可能なんですね。今までは最高30人の参加者だったんですけれども、まあ、5月からは、できれば8階が60人、9階が30人ぐらいの合計90人ぐらいまでの、方々の参加をと思っています。まあ、手指の消毒とマスクの着用というのは相変わらず、まあ、原則としてはしていただきたいと思っているんですけれども、まあ、少しずつ参加枠を広げていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。どうぞご自由に参加していただいて大丈夫だと思います。まあ、それにしても昨日の東京の天気は結構変化がありました。あなたの地域はいかがでしたか？昨日東京では朝早くの時間は曇りでした。その前の日は雨だったんですね。途中から晴れて、お昼ぐらいは晴れてたんですけれども、午後になって結構な土砂降りがありました。そしてしばらく雷も鳴っていましたね。地域によっては雹も降ったと言われます。で、都内の場合には1時間半ぐらいで雨は去りましたけれど、なんとなく落ち着かない、いつ降ってくるかわからないような、そういう感じになりましたね。で、私ちょっと思ったんですけれど、まあ、こういう春の嵐といいますか、こういう春の嵐と人生というのは似てるかもしれないなと思ったんですね。私たちはできることなら晴れを望む、悪くて曇りを人生に、あるいは明日に、明後日に望んでるような気がします。でも例えばその日に野球をするとかね、ゴルフをするという予定があっても、そんなことはお構いなしに雨は降る、雷も鳴るということがあるわけですね。まあ、そうなると私たちはどうしてよいかわからない。そもそも私たちはそれらのお天気の変化を受け止めるしかできないわけですよね。ですから例えばハイキングの予定だったのに雨が降ってしまったと、こんなに降ったらちょっと山は危なくて登れないという時には登らない決意が必要ですよね。しかもその時にふてくされず、まあ、いわば腐らず、前向きに、また良い日はきっとあるさ、という意識で進むしかないわけですね。なんでこの日にこんな日になっちゃったんだと、なんでこの日にこんな雷が鳴ったんだと言って怒ってみたところでも、誰も答えは出せませんし、人生というのは思いがけない出来事が隠されていて当たり前。それを乗り越えたり、つまずいたりしながら、それぞれ受け止めることで成長するということなんでしょうね。これはなんかちょっと重いレッスンですよね。なんか用意できてないですもんね、私たちね。でもどう考えても私たちの人生にはあまり期待していない思いがけない出来事が隠されていて、それを乗り越えたり、それにつまずいたりしながら、それを受け止めることを学び、そして成長していくということなのだろうと思います。まあ、そう考えると、一日の天気の変化からもいろんなことを考え、いろんなことを学ぶことができるような気がしますね。私は昨日一日ちょっと外に出ていて、ああ雨だ、ああ晴れた、ああ雷だというのをこう経験しながら、まあ、これが人生なんだなというのをしみじみ味わったような気がいたしました。どうぞ皆さん、今日も元気でいてください。それではまた。